今回は下腹ポッコリが気になる方におすすめなレッグレイズのやり方を紹介します。レッグレイズというと足を動かして下腹を使う腹筋メニューなんですが、実はただやってしまったら全然効かないんです。今回の動画を最後まで見るとお腹をへこませるレッグレイズのやり方がわかります。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹の腹筋を使う腹筋方法としてレッグレイズというやり方があるんですが、これ実は膝をパカッと開いた状態で行った方がお腹に2倍効かすことができるんです。そして足を動かすんですが、そのスピードによっては腹筋に全然効かなかったりします。今回はたったの30秒でしっかりお腹に効かすことができる方法が分かってきますので、一緒にチャレンジしましょう。しっかりやりたいよって方のために今回は3セットご用意してます。プラスアルファ、足を上げる際に腰に隙間ができてしまう、腰が丸くなりにくい、そうなってくるとお腹にちゃんと効きにくくなるので、キャットバックをまず30秒間一緒にやってください。それでは紹介します。レッグレイズする際に腰に隙間ができてしまう、腰が丸くなりにくい、そうなると同じ30秒間を行ってもお腹に効かない30秒間になってしまいます。ちゃんと2倍効かせるためにまずはキャットバックです。四つん這いの状態から膝を開きます。足はひっつけときます。この状態でお尻を締めて腰を丸める、戻すっていうことを30秒繰り返します。しっかりお尻締めて腰を丸めてください。お腹を締める感じです。30秒いきましょう。スタート。こういう感じです。この時に腰が反れてしまっているとレッグレイズの時に腰に隙間ができてしまいます。こういう感じでお尻を締めて、腰に隙間ができないように腹筋を行うための練習です。グッと沈む、あと少しです。はい、 OK です。今のお尻を締めて腰を丸めた感覚でずっと動きます。レッグレイズ、実はつま先上向けて足を上げてしまうと腹筋が弱い場合、大腿直筋の力で足を上げるようになります。そうなると腹筋に効きにくくなって、腹筋が辛い場合早く足を上げてしまいます。こんな感じで、そうすると腹筋ではなくほとんど足の力でレッグレイズをやってしまうので、足の力をできるだけ抜くために、今回は膝を開いて内ももを上向ける感じで足を動かします。大腿直筋より内ももの方が力が弱いので早く足を上げにくくなります。できるだけ今回はゆっくり足を動かしてください。腰をしっかり床につけた状態から足を動かしていきます。呼吸は足を上げる際にお腹をへこませながらふーと息を吐き切ってここで吸います。30秒ゆっくりいきましょう。腰痛い方は無理しないでください。それではいきます。スタート。ゆっくりね、こういう感じで足を動かしてください。徐々にね、おへそを上向ける感じです。この時に腰が丸くなる、骨盤が立ちますので下腹ポッコリの方はね、へこみやすくなります。少しです。はい、 OK です。ちょっと深呼吸をして2セット目いきましょう。ちょっと楽だよって方はね、上体を起こしたままでもいいです。2セット目いきましょう。スタート。こういう感じでね、上体を起こしたままでもいいです。ゆっくりね、腹筋の奥の方を使う感じです。腰を丸めながら、なかなかゆっくり動かすと辛いですよね。少しです。はい、 OK です。だんだんお腹が疲れてきますよね。ラストです。いきましょう。辛い方はスタート。寝てください。お腹
な方を起きてください。しっかりゆっくり動かすのがポイントです。早く動かしたいですよね。そこを我慢してゆっくりです。はい、OK です。あーかー、お疲れ様でした。この下腹ポッコリになぜレッグレイズがいいのか。ゆっくり動かすとインナーマッスルが鍛えられて姿勢が良くなる。足を上げることによって腰を丸くしますので、反り腰の改善、腰のストレッチ、お尻を締める力、そういったのが身について結果的に下腹がへこみやすくなるっていう感じになります。これ早く動かしてしまうとアウターマッスルに効いてしまって、いわゆる腹直筋ばっかり使ってしまう。あんまりやりすぎると逆にお腹が出てしまったりすることがあります。できるだけ動きというのはゆっくり動かす方がお腹をへこませたい人にはおすすめです。勉強だったよ、頑張ったよといった方はグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。